こんにちは。はじめまして、近藤夏子と申します。お名前は浅野純奈。依頼者の浅野純奈ちゃん、小学校4年生です。10万人に1人の子供が発症すると言われる1型糖尿病という病気と向き合いながら暮らしています。食事前、純奈ちゃんは血糖値の測定を行います。これで針、針でこんな感じでちょっと血を出して血糖値を測ります。64 低めでした。食事のたびに必ず行わなければなりません。怖くない、うん、最初怖かった、忘れたやな。1型糖尿病とはどんな病気なのかイラストで説明します。ご飯を食べると炭水化物は体の中で分解され糖になります。健康な人の場合、この糖を膵臓から出るインスリンという物質が血管から細胞に運んでエネルギーに変えてくれます。しかし1型糖尿病になるとこのインスリンが全く出ません。そのため糖がエネルギーに変わらず疲れを感じるようになったり、残った糖が血管を傷つけ様々な病気にかかることがあります。純奈ちゃんが1型糖尿病と診断を受けたのは5歳の時。健康な人の場合、血糖値が80から130の間で推移するのに対し、純奈ちゃんはそれを大きく上回っていました。お母さんにとって娘が突然難病を抱えたことは大きなショックでした。ね、信じられへんっていうか、信じ、なんかこう他の人の検査結果と間違えてるのに違うかとかね、やっぱりもう信じられへんっていう。純奈ちゃんとお母さんは測定した血糖値とその日食べたものを毎日記録しています。76低い。何してんの今純奈ちゃん。低いところに印つけてんの。200以上ピンクで、で60以下が水色にして、できるだけこの赤とかピンクがつかんように、うん、何があかんかったんやろなあ言うて、うん、話するネタにしてます、さらに測定結果に合わせて食材や食べる量も考えなければなりません。ぴったりやすごいやそして食事の前には糖を分解させるためインスリンの注射を自分で打ちます。インスリンを入れていって、あ、ここに注射器のあれが入ってる。そうですね。純奈ちゃんは体につけているポンプから必要な量のインスリンを足に刺している針を通して体の中に運びます。セット完了、いただきます。こちらさん、野菜から食べよう。ほんまや、ごめん夏子のせいや。食べてもうたんちゃう。人参、おい、偉い。純奈ちゃんは私たちと比べ物にならないくらい食べることと真剣に向き合っていました。夏休み、なっちゃんは純奈ちゃんとあるイベントに参加しました。それは1型糖尿病の子どもたち50人が集まるサマーキャンプ。いつもは一人の血糖値の測定もここでならみんなと一緒にできます。近い。血糖値が近くて盛り上がることあるん。だってさ、家族でさ一人やったらさ、誰でもさ、あれ、じゃあこれゴミじゃない。あ、そっか。できへんけどさ、あれみんなおったら、ここのみんながおったらみんな数値測るからイエイってなるんだ。そういうことやな。なっちゃんは子供たちに病気と向き合う中で感じていることを聞いてみました。最初の頃はなんか嫌やった。
った。嫌やった。なんで？小学校の時に低血糖なって保健室行って教室もろうとお前お菓子食べとったよあかんやろって。しょうがないやん、だって低くなったら食べなあかんから。それなのにそんなん言われたって、そんなんどうしようもできへん。10万人に1人が発症すると言われる1型糖尿病。1人で抱えてきた病気の辛さもみんなで共有すれば笑顔が生まれる。子どもたちの気持ちを知ったなっちゃんは、笑ってこうというタイトルで歌を作ることにしました。でこの後その笑ってこうなっちゃんに歌っていただくんですが、その前にこの放送の後にジュナちゃんのお母様から番組手紙が届きましたので、それを読ませていただきます。先日はお世話になりありがとうございました。笑ってこうはなんで自分だけがのくだりでもう涙が止まりませんでした。病気を持つ子供が率直に自分の親に問いかける言葉だったからです。4年前にジュナが発症してから泣く時間も場所も勇気もなく過ごしてきましたが、やっと笑ってこうと歌いながら泣くことができました。ジュナの発症は悔やんでも悔やみきれない事実ですが、ジュナがもたらしてくれた出会いに感謝したいと今は思えるようになりました、という素敵なお手紙をいただきました。笑ってこう笑ってこう信じない。